埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを。この場面打席には源田が入っています。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。外れてますか。抜群のところに決まりました。ワンボールツーストライクです。アウトコース打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ここで打席には倉本が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を。バッターボックスには代打の内川。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、ここは期待に応えたいですね。ここで1点がね、入るか入らないかというのはね、大きな意味がありますからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。さあ外してくるのか。内へ食い込んできましたが、これは外れます。一塁線切りました。ファウル、フェアならば先制かというところでした。ファウルです。右中間へ、これは上がりすぎたか。ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。先制することはできませんでした。さあこの中盤、一塁には同点のランナーです。バッターボックスには源田。まあ、1点を取りに行く場面ですから送ってくるんじゃないですか。さあランナーをどう生かしてくるか。よく見ています。ここはゲッツー体勢のままですね。バントインサイド打った、抜けていった、ライト前ヒット。サヨナラのランナーも出してしまいました。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには3番秋山。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。インコース変化球、決まりません。4球目は何で来るか。外れました、ボールです。変化球打っていった、決めるか。フェンスダイレクト。バッターランナーは二塁到達。さあチャンスを広げていきます。ここは見事なバッティングを見せました。これで二塁三塁にしています。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。勝敗つかず、このゲーム引き分けとなってしまいました。